はい、そうなんです。それでこの映画のエキストラのことを教えていただいて。今日参加させてもらえてとってもいい経験になりました。ありがとうございます。それは、俺たちにとっても学びの場所になるし、願ってもない話ですが。本当にいいのでしょうか。僕たち、映像スタッフの経験はないので、ご迷惑をおかけするかもしれませんが。うわぁ！だったら私、やってみたいな。映画がどうやってできるのか、とか。私も参加させてもらえるならしたい。もっと役者さんたちの演技を近くで見たいし。そうだね。僕も映画の演出のことを学べるいい機会だし、次の劇団に行くのもまだ少し先だ。本当にお言葉に甘えさせてもらっていいのでしょうか。わかりました。はい。まさかこんなことになるなんてね。天が俺たちに味方しているようだな。この調子で明日からさまざまなことを吸収していくぞ。せっかくの機会だ。無駄にしないように気を引き締めたいね。わあ、すごいすごい。この人が犯人だったんだね。み、全然気づかなかったよ。ミクもびっくりしちゃった。あんなに仲良く話してたのにね。あ、そっか。この人が犯人ってことは、途中で主人公とニコニコ話してたのも嘘ってことなんだ。わあ、リン、あのシーンもう一回見たくなってきちゃったよ。ふふ、リンとか、みんなが持ってきてくれた間にすっかり夢中ね。だってだって、面白いんだもん。最後の方の犯人を車で追いかけるとことか、すっごい迫力でドキドキしちゃったの。あそこは実際に道路を封鎖してアクションを取ったらしいね。え、そうなの。じゃあ、あのビューブビューンってすごい運転も本当にやってるってこと。ああ、 CG を使う手法もあるが、この作品はリアルだったらしいな。とは違う方法でお話を表現してるんだね。そんな映画を撮るスタッフさんになるなんて、みんなすごいな。本当よね。前にねねちゃんが映画を作った時も驚いたけど。あ、あれとは全然違うよ。今回のは本物のプロの人たちとやる感じだし、機材とかスタッフの人数とかもすごい規模だったから。そうなんだ。すっごく気になってきちゃった。本物の映画の撮影ってどんな感じなのかな。そんなに興味があるならこっそり見に来るのはどうだい。え、いいの。凛たちにとってもまたとない機会だろうしな。でも、
来るときは周りの人にバレちゃわないようにシーンだよ。うん、ありがとう。じゃあ今度こっそり見に行かせてもらうね。それにしてもスタッフとして参加させてもらうことになるなんて本当にラッキーだったね。そうだね。まだどういう仕事をするのかはわからないけれど、ご好意で誘ってもらった以上半端な仕事はできないから頑張らねばな。私もモリモリやるよ。力仕事は得意だから。みんな頑張ってね。ミクも応援してるよ。完成するの楽しみだな。ありがとう、みんな。いい映画にできるよう頑張ってくるよ。ふう、スタンドはこの位置でよしと。僕たちが手伝いを始めてからそろそろ2週間くらいになるかな。映画の制作自体は順調に進んでいるけれど、久野さんから聞いてはいたけれど、監督の人遣いの荒さは想像以上だね。簡単な仕事と聞いていたが、大道具の運搬に突然の撮影許可取りに割とハードなことをさせられているな。そうだね。ねねちゃん、どうかしたの？いや、実は噂で、私たちが誘われた日の前日に何人かアルバイトが来なくなっちゃったって聞いて。なるほど、監督の人遣いの荒さに耐えられなくなったのかもしれないな。つまり俺たちはその穴埋めに呼ばれたということか。まあそうだろうね。僕たちを誘ってくれた時に監督が言った、つい最近人手が足りなくなったという言葉が少し引っかかっていてね。制作の最中に人手が足りなくなるなんて、おそらく何かトラブルがあったんだろうと思っていたんだよ。それならなぜ最初に言ってくれなかったんだ？確証はなかったからね。それに僕たちが誘いを断る理由はないと思ったんだよ。みんなもこの数週間を通して経験できたことがたくさんあるんじゃないかな。確かに仕事は大変だけど、勉強になってることはかなりあるかも。間近で俳優たちの演技やそれに対する指導が見れるしな。スタッフさんに撮影の流れとか、そもそも企画がどうやって立ち上がってるのかとか、いっぱい教えてもらったよ。そう考えればこの時間も決して無駄ではないということか。よし、そうと分かれば仕事に戻るぞ。次のシーンの準備をしなくてはな。そうだね、ねねちゃん。私たちもお弁当チームのお手伝い行こう。うん、それじゃあまた後でね、ルイ。あ、またね。さて、僕も持ち場に戻らないと。午後の撮影に使う小道具の確認、次のシーンが終わったら休憩だから、それまでに片付けておこう。早く終わらせておけば休憩の時に話を聞かせてもらう時間が作れるからね。本当は
監督の隣について、演出について勉強したいところだけど、この状況でそこまで望むのは贅沢かな。いえ、これが最新の台本です。さっき僕が置かせていただきました。はい。なので、元の台本と一緒に閉じ直しています。前の演出と比べられると便利だと思いまして。不要でしたら、完全に新しいものだけにしますが。はい。それでは、僕はこれで。